これねこれは明治時代陸軍のお雇い作曲家フランス人作曲家がいたんですよ。うん、シャルル・ルルーって人なんですよ、うん、でこの人はもともと音楽家なんだけど軍楽隊の隊長もやってた人で,、うん、で84年に来日して「で抜刀隊」っていう曲をあの軍歌方針マーチを作曲するんだよね。 ちなみにあのノルマントン号沈没の歌はその抜刀隊の節で<あ> <laughs> 歌われたやつらしいんだけど、えー、でそれとあと「不走かっていうやっぱり軍隊の行進用の曲もあるんだけどこの2つを編曲し直したのが「陸軍分裂行進曲」って言ってこれ今でも陸上自衛隊や警視庁の行進の時にかかってるよ、えー。聞くとわかるよ「ジャーンジャーンジャガラッジャ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 ーン」 じゃんじゃんじゃかだっちゃっちゃっちゃんっていうやつ、はい、あれを作曲した人<ー>それがシャルルルーなんだけどその人のピアノのための日本と中国の歌っていう楽譜の表紙を美号が書いてるんだよ。<ー>問題はこここれれなんだけどこれ何この記号<ー>おっ なんだと思うそれひらがなのらひらがなどれがひらがなのら <laughs> こ<れ>あらあるね、うん、らららって言ってるね、うん、あとは漢字ですか漢字っぽいよね、うん、これね俺も最初これなんだろうと思ったんだよ、うん、でピンときたんだよこれアルファベットなんだよ